俺はベネディト。見ての通りのしがない木こりだ。何？目つきが尋常じゃないだと。気にするな。生まれついてのものだ。目つきの悪い人間などどこにでもいる。取り立てて話すこともないようなごくごく普通の男だが、よろしく頼む。私に何か用？あんまり戦いたくないんだけどな。七つ子には他にも優秀なのいっぱいいるし、ま、お手柔らかに頼むよ。私はジルバーと申します。これはまた不思議な出会いですな。私は斧を振るい、人助けをしながら日々を過ごしております。そうだ、この新しい出会いについて早速妻に手紙を書かなくては。はーい、シャノンよ。 KMS 社でマーケティングのお仕事をやってるの。よろしくね。私大家族の長女だからおせっかいとか焼いちゃうかもしれないけど、許してくれると嬉しいな。特に君みたいな可愛い男の子は放っておけないのよね。私はキュカ、はぐれ狼のキュカなんて呼ばれてたこともあるわ。あんた旅をしてるみたいね。それなら私も連れてってくれない？理由は詮索しないのよ、坊や。多くを語らないのが大人の女なの。